ごきげんよう。我が名は一条アリア。地球に舞い降りた漆黒のルシフェリアよ。私のことはアリアと呼びなさい。やっと巡り会えたというのか。ううう、瞳が共鳴している。いたいた、いかにもボスって感じで待ち構えてるよ。なんだか今までのアンチと雰囲気が違いすぎない？確かに。あれだよね、キャラデザが違う感じ。待っていたぞ、救世主を語る愚か者ども。我が名は親ダーマ。カド様よりこの地を預かるオワンダル最強の戦士。どうしておじけづいたか。ねえ、なんかテンプレ感満載じゃない。セリフにひねりがありませんわね。シナリオライターの怠慢かしら。おや、ダーマだって。変な名前。そんなこと言ってる場合じゃないでしょ。なんでもいい、相手はやる気満々みたい。さあ、この私の強さにひれ伏すがいい。ほんとベタだな。まあいいか、みんな倒しても。うん、みんなで協力すれば大丈夫だよね。皆さんお待ちください。あの親ダーマ、名前は安直ですが非常に強力な敵です。皆さんに授けた力を解放してください。力の解放？必殺技あるの？なんだ、あるなら早く言ってよ。先ほどもお伝えした通り、皆さんの魅力、コンテンツとしての可能性が力になります。ですから敵を倒すという気持ちよりも、何かを伝えたい、自分を見てほしい、知ってほしい、そんな思いこそが力になります。思いの高ぶりが力を極限まで引き上げます。悪意に染まった心すら包む、見せる力が解放されるのです。なるほど、だいたい分かってきた。分かったの、ゆうちゃん。私はなんだかさっぱりだよ。大げさに考える必要はないわ。いつもの配信をしているつもりでやればいいの。なるほど、だいたいわかった。つまりこれはニュートラルの MV なんだね。さすがみー、それよ。表現は的確だけど、やめと。でもこれが力の解放なのね。みなぎってくる。すごい、思いが胸の奥から溢れてくるみたい。あの子たち、力の解放できたみたいだけど、私たちはどうすればいいのかしら。私たちの魅力といえば、国民を守る守護女神であること。でもそれ以前に、私たちが私たちであることで、これまで国民に支持されてきましたわ。あまり自覚はなかったけど、私たちが守護女神としてやってこれたのは、私たち自身に魅力、カリ…一人だけカリスマがあるかどうか怪しいのがいるけど。それってもしかして私って。そんなことないよね。いつだってカリスマ性の塊であるこの私がプラネティオヌを平和に導いてきたんだから。って言ってるみたいだけど。はいはい、でもネプテューヌのその性格だから国民も魅力を感じてついてきたのかもしれないし、カリスマかはともかく認めざるを得ないわね。ラステーションは平和と秩序が保たれてるわ。国民からの満足度調査もバッチリよ。それはこの私のカリスマによるものよね。もう
ノワールらしいけど、お堅すぎると思うな。最近規律も厳しくなったって聞いたよ。それは国民を思ってのことよ。その分国民へのサービスも抜かりないわ。まあまあ、国風も女神に似ると言いますし、それぞれのやり方がありますわ。リンボックスは穏やかで物騒な話もありませんわね。私のように国民も温厚な方々が多いですわ。ルビーもいたって平和ね。縛りのない環境でも変なことはしないいい子たち。協力的な民も多いからいつも感謝してるわ。やはり私たちの魅力は国民が支持してくださる私たち自身、そして国民を思う気持ちにあるのですわ。それが私たちを守護女神たらしめているのは間違いないわね。その気持ちはこの世界に来ても消えることはないわ。つまりこれまでと同じ、巻き込まれた以上は違う世界であろうとほっとけないってことだよね。え？ドキドキしてくるんだけど。力の解放これ心の奥の方から力が溢れてきますわ。無事力は解放されたようですね。改めて救世主の皆さんにお願いします。どうか惑星エモンをお救いください。よし、みんな行くよ。おお、ワンダル最強の戦士が相手になろう。バトルスタート。狙い撃ち、ちょっと待てよ。せーヘイ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 、これでどうだ。よし、
するわ。すみません。詳しい話は後ほど。とにかく一旦皆さんを帰還させます。おお、戻ってきた。フェアさん、話を聞かせてもらえる？テスト合格ってどういうことよ。私もそこが気になる。すみません、皆さんを騙すような形になってしまって。先ほど皆さんにお救いいただいた国は、実は私が用意した仮想空間なのです。じゃあ、あれは全部偽物ってこと？はい、限りなく本物に寄せてはいますが、実際の侵略者たちではございません。どうしてこんなことを？皆さんを召喚させてもらいましたが、実際にどれほどの力をお持ちか私には分かりませんでした。侵略者たちは本当に強大な力を持っています。皆さんが本当に勝てるのか、そしてそんな危険な相手がいる場所にいきなり送り込んでいいものか。私の無茶なお願いに付き合わせていきなり危険にさらすなんてできなかったのです。でも皆さんは無事にテストをクリアしました。これなら正式に救世主様として迎えることができます。もしもお気を悪くさせてしまったのでしたら、元の世界にお帰りいただくことも可能です。すべては私の身勝手なお願いですから。確かにそういう理由なら納得できなくもないけど、今さら怒っても仕方ないわよね。とにかく
この惑星が危機なのは本当なんでしょう。だったら力を貸すことに異論はないわ。同じ女神のヨシミというやつですわね。とにかくこの主人公オブ主人公の私とその仲間たちに任せて。なんで私たちがおまけみたいになってるのよ。ミン様とユウ様は協力するよ。私たち今更見て見ぬふりも嫌だしね。本当ですか。私たちの星を救っていただけるのですね。ありがとうございます。皆さん、それでチュートリアルが終わったんなら私たち次は何をすればいいの。それではだから皆さんを私たちの住む電脳世界バーチャランドに惑星エモに転送させていただきますね。それと皆さんすでにお気づきとは思いますが、目の前にいる私はホログラム、実体ではないのです。直接お会いできるのを楽しみにしていますね。それでは。どうやら着いたみたいね。惑星エモ？なんか宇宙船の中みたいだね。確かに少し変ですわね。また変な場所に飛ばされたの？で、そうだ、ミとユウは？おーい、呼んだ？よかった。またはぐれてたらどうしようって思った。フェアさん、今度は転送に失敗しなかったのね。フェア？誰ですか？私の名を呼ぶのは。この声ってフェアちゃん。あなたたち一体誰ですか？ VVVTunes。Something that is, I feel there's something that is, I feel there's something that is stopping me now. Oh.